演技くんよくやっただ。わいは死んじとったで。アンネームドメモリー1話レビューします。なんかコピーライト見てると2022年になってるから、まあ2年ぐらいグダグダしてたんだろうなと思うんだけど、伸ばした会話ありましたね。仮に一昨年か去年に出してたら絶対クソアニメになってたと思います。がクソではなかったです。よかった、本当によかった。実際最近の演技は、お出かけ小ザミちゃんは、まあ、1分アニメだけど60話頑張っているし、まあ、君ゼロは俺嫌いじゃないし、まあ、ガメラリバースも俺嫌いじゃないし、来年冬のメダリストも、まあ、ちゃんと気合い入れて作り直してて、プロモーションビデオも良かったし、まあ、演技頑張ってんなと思います。そこは素直に認めたいかなと思います。で、アンメモについては、まあ、これ、まあ、一応、なろう掲載作なんだけど、もともとは2008年に個人サイトで書かれたものですね。もうちょっと昔は結構当人当人で、まあ、個人サイト作れたりしてて、まあ、ソードアートオンラインももともとは個人サイトの小説だったんですけど、まあ、アンメモも、ま、2008年、まあ、劣等生お兄様がなろうに書かれたと同じぐらいに、アンメモも個人サイトで書かれてますね。その後2012年にナローに移籍して、まあ、格読むにも移籍してっていう感じなんですが、まあ、本当にソードアートオンラインや劣等生に近い、まあ、ウェブオリジナル小説の黎明作の一つといったところでしょうか。まあ、あらすじも、まあ、結構ナローっぽくなくて、主人公のイケメンゴリラ王子のオスカーが、まあ、初夏の頃に、まあ、沈黙の魔女から子供を作れない呪いをかけられてしまうんですよね。でもオスカーは王子なので子孫を残さなきゃいけないから、呪いに対抗して子供を作れる、まあ、女性と結婚しなきゃいけないから、まあ、塔の上にいる悠久の時を生きる系タレザキ厚みヒロインの、まあ、ティナーシャに会いに行ってフラグを立てるんですね。まあ、ティナーシャならちゃんとオスカーの子供を産めるんだけど、1年の間でちゃんとフラグを立てて付き合っちゃうことはできるのか。もう付き合っちゃえよという話ですね。まあ、ティナーシャの塔を登る際に、まあ、オスカーと従者の子のアクションシーンはちょっとあるんだけど、むしろ演技だと思わなければ普通に良いアクションでした。というか演技でもここまでできるんですね。君ゼロのサバゲー界とかあんま擁護できなかったけど、こっちは良かったです。何よりオスカーとティナーシャの距離感良かったですね。やっぱ種崎敦美さん、フリーレンに続いて、まあ、悠久の時を生きるんだけど、やっぱこう芸風が長いっていうか、ワンダフルプリキュアのイロハちゃんをそのまま大きくしたような感じで、なかなかいいツンデレしてましたね。さすが宇崎ちゃんの演技でした。宇崎ちゃん3期も作らせてあげてほしいですね、角川。オープニングのテイさんも、まあ、最弱テーマのエンディングでしたけど、やっぱオープニングらしい曲になってて、これも本当に良かった。エンディングの、まあ、夏吉優子さんと大和さんによるユニットも雰囲気にめちゃくちゃ合ってるし、もうネタバレしちゃってますからね。まあ、総評としてはレモンスターや窓目に並ぶぐらい今アニメ化できてよかったねっていう、そういう感じですね。それこそ第七王子やウィンブレみたいにグリグリ動かしてるわけではないんだけど、まあ、ちゃんとオスカーとティナーシャの距離感なんかは、まあ、宇崎ちゃんの経験生きてんなってのは思うし、まあ、演技はなんだかんだ今までラブコメは強いから、まあ、その辺がうまく出てるとも言えるし、まあ、ちゃんと体勢立て直したんだなっていうのを感じるからよかった。まあ、メダリストも安心できますね、これだと。俺は、モブセカ2期を楽しみにしてんだけどね。あとまあ、タンボシもちゃんと作ってやれ。いや、ほんと、アンメも良かったです。演技頑張ってほしいですね。応援してます。